青が番組を制作されている国アイドルシリーズはイギリスで2001年9月に放送されたポップアイドルを皮切りに世界30カ国以上で放送されているリアリティ番組音楽オーディション番組シリーズの一種番組は CKX 系の19エンターテイメントとフリーマントルメディアが制作し各国の民間テレビ局でフォーマットして放送されているなお各国には アイドルというタイトルがつく。司会は男女二人であることが多いが、アメリカやカナダなどでは一人が単独司会をしている。審査員は音楽業界を代表する三名が務める。なお、地区オーディションからグランドファイナルまで厳正なる審査をしなければならない。さらに、参加者に対して評価やアドバイスのコメントをする。また、 フランスでは2006年度からスコアカードを記録するシステムが導入された。アイドルになるには規定の期間内に放送局に参加募集を行う。ただ、年齢制限や地域限定などのものもある。地区オーディションではアカペラで1コーラス程度で歌う。審査員から良い評価が出ればセカンドオーディションへ進む。この段階で200人程度に絞られる。セカンドオーディションでは 実際の劇場でピアノの伴奏で歌い最高24名まで絞る。ワイルドカードもあるが1人しか通過できない。テレビ局のスタジオで行われるセミファイナルでは男女に別れて、生バンドでの伴奏により歌い、電話と SNS による投票で毎週2名ずつ脱落し12名まで絞られる。いずれもセミファイナルファイナルの間には歌唱レッスンが要求される。 ファイナルでは規定のテーマに基づき行われ、最終的に2名まで絞る。なお、規定のテーマが導入されたのはオーストラリア。例題としては80年代のヒット曲や、著名アーティストのヒット曲などが挙げられる。グランドファイナルは、最終決戦の位置づけとして、2000人以上のホールで行われる。例として、アメリカは、ノキアシアター、オーストラリアは結果発表の賞のみ。 シドニーオペラハウスで行う最高得票者が優勝しアイドル誕生となりシングルが発売されるありがとうございます。